いやー、久々のデートだけど、天気もいいし、やっぱり二人でいると楽しいね。うん、本当に楽しい。ごめんね、なんか、あまり休みとか取れなくて。いいんだよ、そんな。マー君が仕事頑張ってるってことじゃん。ありがとね。うん。お、貸しボート屋だったよ。楽しそう。どう？楽しそう、やりたい。やろうか。すいません。何の用だ？あ、いや、ボート。お前、職業は？フリーターです。何に使うんだ？はい。うちのボート、何に使う予定なんだ？すいんで、デートです。帰れ。え？お前に貸す価値はない。なんでですか？こっちも商売だ。よそのボート小屋じゃ借りられないような連中がここに集まる。貸すのは簡単だが、回収は大変なんだ。こっちだって客くらい選ぶぞ。返しますよ、それはもちろん。で、あっても困るし。うちは1時間で5割。高えぞ。何がですか？分かったら借用書をかけ。あと一応この生命保険にも入っとけ。生命保険？どういうことですか？お前が返しきれなかった時のためだ。返しますってだから。本来初回はオールだけのレンタルなんだが、横の女が保証人になればセットで貸してる。オールだけ？そのオールだけ渡されても困りますよ。マー君、ここやばいんじゃない？やばいかも。まあでも、1時間で返せばいいんだもんね。で、どうすんだ？借ります。この男が飛んだ時は、そこの女が保証人だ。若い女はいくらでも返済する術がある。風俗の仕事だったらいくつか紹介可能。いや、何言ってんすか。いや、返しますから大丈夫です。脱げ。写真を撮る。は？いや、何のですか？ちょっと待ってください。いや、今のうちに、風俗用の潜在写真。いや、いらないでしょ。何を言ってんすか？この商売で一番肝心なのは、客を見極めることだ。薄っぺらい信頼関係などから出る歯の浮くようなセリフに耳を傾けてる暇はない。俺は言葉よりも、行動に移せる奴を信用して。マー君もう行こう？いやでもここまで来たらもう乗ろう。悔しいしなんか。じゃあもういいですか？わかった。すぐ案内する。宇崎。はい。ほら、ついてこい。お前のボートはこれだ。じゃあ、ごゆっくり。ちょ待ってください。オールは？初回は利息先払いだ。オールとボートのセットから利息分引いて。いや、困りますよ。進めないもんだって。これじゃ。追加融資してやろうか。は？あんたね、さっきから客舐めてんのか？そう、浮島社長を舐めない方がいいぜ。どうすんだ？いやー、なんかいろいろあったけど。でも、今日一日楽しかったね。うん、ありがとう。明日から頑張れそう。はぁ、いやー、しかし、結構遠くまで来たな。あれ？あ、やべ。もうすぐ1時間だ。やべ。マーク、見て見て。1時間だ。利息の回収に来た。オールをこっちによこせ。いや、これないとちょっと帰れないんで、勘弁してもらえません。宇崎。はい。何してんすか沈んじゃ沈んじゃ。船の半分持ってくんだ。沈んじゃ、ちょ、な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 、